I'm Krista from Honolulu, 2024 June 13th, Thursday. 皆さん、こんにちは。クリスタルです。ご機嫌いかがですか？日本はですね、ちょうどね、午後のね、1時半を回ったぐらいではないでしょうか。今日もね、スターシード的占星術、星エネルギーの取り扱い師のプログラムをスタートしていきたいと思います。ですね、載せているチャートは東京アットヌーで撮ってまして、 YouTube のコミュニティ、そしてね、Instagram にも、ポストしております。ご興味のある方お参照ください。一番届きたない。はい、そしてですね、今日は、引き続き太陽双子座さん進みます。双子座さんにある金星とホームに帰ってきている双子座さんの、水星ね、太陽を挟んで、この3つがね、肩を寄せ合って前に進んでおります。これってね、今日ね23度で、サビアンと東京アトヌーの時点で、太陽を読むんですけど、このね度数の、意味はですね、要はジャンプと着地、まさにスマート、運動神経もいい、ジャンプと着地を遊びながら楽しむ度数でありまして、もちろん、イメージしてもらったら分かると思いますけど、ジャンプして着地もちゃんとできるってことはちゃんと筋も通ってるんですね。はい、その、エネルギーが私たち全ての人に、サポートのエネルギーとして降り注いでます。イコール、まあ、容量がよく頭のスマートがいい。そしてね、もう皆さんもさらにさらにどんどん感じてらっしゃると思いますけど、いろいろ情報が行き交います。そして自分も、情報を、取って、それを知ること、そして情報交換が楽しいっていう風に、皆さんね感じてこられてると思うんですけど、じゃあね、もう時間があってもね、あっても足りないということでね、大切なこととそうでないことをちゃんと、これもね分別できるっていうね、水星的エネルギーがバッキバキに、今日も私たち全ての人にね、聞いております。そしてね、またね、横にはね本当に水星もいらっしゃるのですごくね、頭が結構ねキレキレでも、人によってはね、なんかあれもこれもってぐる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 考えすぎな人もいるかもしれないので、その場合はね、一番今日のポイントは、自分はそのこの太陽の23度の、エネルギーが私たちにちゃんと示してくれているように、何が必要か、何を知りたいのかっていうのをちゃんと定めた方が、今日のエネルギーをさらにきれいに使って邁進できるかと思います。ここすごいね簡単なようでキーポイントなんで、まあこれからなんだけど、特に今日はそんな感じです。なぜかっていうとね、またまた、月は、乙女座さんです。乙女座さんの、守護星も水星なんですね。だから太陽も月ももうキレキレなんですよそんな感じなんです。だから、できる人は、また乙女座さん的要素のね、外の、物質的っていうんですかね、三次元的な、例えばお掃除とか自分の引き出しの中の、オーガナイズ、そして、人との、コミュニケーションの交わす内容、そして自分の頭もね、彗星の本当の、持ち主の方は、強い方はたくさん情報が入ってきても、今これはするべき、これは優先するべき、そして自分でも何を言っているか分かっていないようなクリスタルの人の話も聞いて、あ、これってこういう意味だよねってちゃんと整理までしてくれる余裕がある感じで、過ごされているのではないでしょうか。とっても羨ましいでございます。はい、そのね、乙女座にある今日月はですね、まずね、夕方ぐらいから、土星先生とね、魚座にある土星先生、要はね、180度、反対側にあるんですね。なぜかと乙女座の、反対星座魚座さんです。これできるだけね統合できた方がもちろんいいんですが、土星先生とこの、もしもね自分の頭でクリスタルのように、何か、もうこれもしなきゃいけない、あれもしなきゃいけないみたいな意味で、そっちに彗星がめちゃめちゃ回転しすぎてて、なんかあっちもこっちもどうしようどうしようってなっている場合は、はい、今ね魚座にある土星ジージが、はいはい地に足つけなさいといった感じでね、プラスね180度っていうのは、結構ね、何か自分の内側でっていうより、やはり、第三者、
結局は自分なんだけど第三者が教えてくれる。クリストルで言ったらまさに、いつもね、なんだかんだ自分が完璧じゃないんだっていう風なのを認めてちゃんと正直に言うことによって、クリストルが思う完璧な人たちが 私をサポートしに集まってきてくれるっていう人がまさに、乙女座さんとか、双子座さんとか彗星がねキレキレの人が多いんですけど、こういう意味だよねとか、あこれ先した方がいいんじゃないっていう感じで教えてくれるんですね、とかこれ間違ってないみたいな感じで指摘をしてくれるのが、今日は、政治維持がそういう風にね誰かを、パズルのようにね、シンクロでね人を自分じゃ分かんないから、もしかしたら身内の人かもしれないし恋人かもしれないし、コーワーカー、コーワーカーってなんだろう日本語で、同じ会社の人仕事仲間かもしれないしね、そういう人が、あなたに何か指摘してくるかもしれません。一瞬ぐさってくるけどそれは正解ならはいありがとうって言ってね、ちゃんとねそれを受け入れて、なるほどってありがとうねぐらいねいう感じの余裕でね、それを受け入れましょうといった感じが何かしらやってくるかもしれません、土星と180度、その次ねすぐねなんとね、その今、双子座さんも守護星が水星、乙女座さんも水星って言いましたけど、このね双子座にある、水星とね、90度という葛藤なんですね。まさにね、どうでしょう、でクリスタルみたいな感じの人がちょっとわわわわわどうなってやどうなってなって自分の中でおさらいができないかもしれない感じになるかもしれないです、そういう人には、葛藤っていうかちょっとうわどっちにしようみたいな感じで一気にできないっていう感じで、ね、来ます、90度っていうのは、90度の角度っていうのは、2つの星があったとしたら、直角に、なしていると思ってくださいね。90度じゃないですか。そうすると、もうクリスタル自分がすごくいい例なんですけど、2つ一気にできない、葛藤が生じるってことはカチッカチッってスイッチを合わせて、どっちか1個ずつしか取り入れないんですね、エネルギーで言ったら。なのでもしも、まあ3つか4つあったらごめんなさい、それは自分で順位をつけてください、まあ、A か B としたら A と B 両方とせずに A は A をやって B をやってみたいな感じで自分でちゃんとやり始める前に冷静に頭の中でオーガナイズして、それをやればこの葛藤的ものはないかと思います。でも何がともあれ結構水星水星が今日キレキレなんで、どんなに、なんかこう頭がいい人であればあるほど結構その人たちはその人たちでできるから余計結構頭ぐるんぐるんみたいな感じで神経パキッパキみたいな感じになる傾向も多いのかと思います。だからこそ、自分が進む道、その大きな、ね、人生の目的じゃなかったとしても今日の中でこれをすべきっていうのをねちゃんとね着実に、ポイントを抑えるように、していきましょう。でしようと思ったらできます。なぜかと水星が、今日かなり強いってことはその水エレメントとかではないですからね、まだ、できるかと思います。例えば水がいっぱいで感情を抑えろったってうわーみたいな洪水のようにやってきたりする日に比べたら、水星の、風が強い風エレメントが強いとか、その、風、ごめんなさいね乙女座は風じゃないんだけどちょっとごめんなさい水星っていう意味で今太陽がね双子座だけに、なんかこう風エレメントの情報っていう方に意識がいっちゃったんですけどいささかもうパニクっておりますごめんなさい。そんな感じでねでもまだ、結構、水が多すぎて感情がとあのどうにかコントロールできないよりはできるんじゃないかなと思います。まあそれはクリスタル自身がそう思っているので、いかがでしょうか、はい。そんな感じただねただねこっからは興味がある人は聞いてください。今日はこんな日ですといった感じです、まあこれで人あの大雑把にインジェネラル一般的な感じだと思います。ただね、毎日ねお伝えしている、ブラックリリスこれもね今日はね、乙女座さんに、入りあの戻ってねあの 入りましたまた、戻ってきてねそしてね、ジュノン、ジュノンもね乙女座さんなんですよ。でジュノンっていうのはこれも小惑星なんですけど、基本的に、一番メインでこれ全員じゃないかもしれないから自分の、ハートにあそうかもなっていう思う場合は、そういう風にしてもあの取ってこう考えてくれてもいいんですけど基本的にジュノーが示している内容っていうのはパートナー特にね結婚生活で特に女性的エネルギーなんです。だからって女性だけじゃなくて男性にも女性エネルギーがあるので
ジェネラルで考えてくださいね。女性的エネルギー、特にね、結婚とか、まあ籍を入れなくても、まあその籍を入れてるのに、昔の言う籍に入れてるのに近いぐらい、パートナー責任と責任を持って2人、人生を歩んでいくっていう感じですよね。そんな感じの人の中に、女性性のエネルギー的に、例えばこれもまだまだもうこういうのない人たちはいると思うんですけど、まだまだ奥田さん世代は絶対にあります。はい、女性的やっぱ権利とか、男性と女性の平等さとか、女だからこうしなきゃいけないみたいなね、我慢しなきゃいけないっていうのが残ってたとしたら、そこにすごく、左右エネルギー的にちょっと左右をしている、小惑星なんですね。はい、だからもしかすると、主婦の方とか、自分ばっかりが子育てしてるわみたいな感じの人には、今日ね関係してるのかなと思って、ちょっとね、おまけといった感じでね、自分がねメモっているので喋らせてくださいね。で、順応がね、すごくねプラスにポジティブに出てる場合はですね、すごくね誠実でね、あなたがだから乙女座的だから、何かに、貢献するっていう感じですね。会社とか社会とか家庭とか、そういう意味です。パートナーさんだったら本当は1対1で2人で、歩んでいこう、平等にっていうのを、まあ、理想だとしたら、ポジティブな場合、うまくいっている場合はそれを誠実にひたむきに、私は私の役目みたいな感じでね、前に進んで、進歩していけれるんですよね。はい、それだから安定しているし、一貫性を持って気持ちも、安心して幸せだなと思います。でもね、何かしら、ちょっとクリスタル、言葉が怖いでございます。なんかいろいろ最近あるじゃないですか。なんか会社で言ったらおじさんが女性にちょっと言っただけでパワハラになったりするのと一緒で、なんかいろいろ言葉って気をつけなきゃいけないなと思うけど、どうぞ、間違ってたらお許しください。言葉もボキャブラリーが少ないんでね、何かしら自分だけ平等じゃないなとか、パートナーに比べて、男性だから女性だからっていうのを何かしら、権利的にね感じたりする場合は、なんか平等じゃないなっていうのがあったとする場合は、すごくね、自分の方がもっともっと、なんだろう、相手ができてないと、自分の方がついつい、やって几帳面的に、反対にそこが、なんだろう、やっぱ相手の、できてないバランスを補おうとしてめちゃめちゃ几帳面になりすぎてしまったりとか、それに対してね、またねどんどんね相手がねついてこれない。まあ言ったらお掃除とかしてて、自分がしてて本当はその後もこういう風に水はいつも拭いてもらいたいなと思ってるけど、家族の誰かとかパートナーの人が拭いてくれてないと、なんかやったのにやって、あんたもやりなさいよみたいな感じで、ちょっとしたことで言えばねイライラしてきたりして、でそうすると余計相手はそのエネルギーを言われなくても感じて、そこになんかこう、一緒に歩んでいくっていうのが できなくなる、足踏みを、だんだん合わせているところが離れていっちゃうようなことがね反対に起きて、要は、ついてこれない相手にね、さらにねなんか批判的になったり、その批判的になったり、そこに自分に腹立たしくなって自分にイライラしたりとかね、そういうことが、起きやすいんです。このジュノーと乙女座にあるジュノーと、この今日乙女座にある次は結構一緒に重なって動いてるんです。だから、なんか神経がバッキバキでキレキレなんやけど、なんかめちゃめちゃクリスタル的にですよ、感じることは。これいつもじゃないけど、なんかこの星の動きを見てて、さああなたはどうですか？なんかね、神経が過敏になりすぎたりとか、整理整頓しながらもなんか潔癖症になりすぎたり、もうああここもああここもってな出てきたりとかね、さらに完璧主義に自分をめちゃめちゃ自分にをフォースするっていうんですか、自分を自分でそういう風に持っていくみたいな感じで、それだけで満足できるんだったらいいんですけどね、物足りず周りの人全てにとか、例えばまだ家族とかね一緒に住んでいる人にはまだじゃあまあどうにかそれがなんか勃発するかしないかはその人たちの勝手だとして、まだ反対にね街の中に出たらもう十人十色でいろんなハワイだと国民性とかがあるのに、うわなんかもう例えば、クリスタルで言ったら、信号機を、なんかね手でポンピンポンっていうのは渡るときに押すじゃないですか、お信号の、あれを手で押さえずにね足で蹴ってる人とかいっぱいいるんですよ。それね、なんかこうもう今ふてくされてる、なんか反抗期
きな男の子やったりとか、ちょっとめちゃめちゃ悪そうな人やったらいいんですけど、明らかに近づきたい、それがなんかもう綺麗なお姉さんが、自分は綺麗やから綺麗な手で触りたくないから、なんかヒールで叩いてやれみたいな感じの人がいると、いやもうそれなしみたいな、難しい女性であればあるほどせめて手でやりましょうよとかね、なんかそういうのにめちゃめちゃ敏感になってしまうのが、この月の乙女座と、ジュノンの乙女座が重なっている時が結構そうなんですね。なんかそれっぽいことありますか？なんか家族にもそれを求めたり、なんでね、クリストルが今日冒頭で、なんかバッキバキ水がめ、あの水星の的ね、神経が過敏になりすぎるって出てしまっているのが、それなんですけど、もしもねクリスタルが今言ったようになったら、それはジュノンをひっついてるから、ちょっとあー緩めましょうっていうことで、ちょっとね、気をつけてください、いやそのせいなんだなみたいな、またそこでね自分を責めないでくださいねということです。なぜかっていうと、乙女座さんっていうのは本当に私の中では、ちゃんとされている方なんで、他人のせいじゃなくてね自分のせいとかいう風にね言うエネルギーを自分に向けないようにっていうことです。そんな感じですね。だから乙女座さんのジュノっていうのは特に出生図で、もしもあなたがね、あなたのジュノが、乙女座さんであれば、特にね1対1の人間関係の中に、執着しやすかったり、今クリスタルが言ったことで、そんなんね今日だけじゃなくてね結構平均いつもあるわよっていう方は調べてみてください。あなたの出生図ね持って生まれたジュノが乙女座さんかもしれません。そうでね、執着しやすい傾向にあるんですね。そしてその結婚相手とか、結婚しなくてもまあ何かしら、住居を一緒に共する、人生を共にするパートナーね、もしかしたらビジネスかもしれないし、そのパートナーにね、なんかもうちょっとやっぱり乙女座さんやからオーガナイズした方が気持ちいいんですね。すっきり、ここは片付いたぞとか、これはこういう風にルーティンした方がすっきりするみたいな感じでね、でそれをパターン化させたり、一貫性の中で相手との信頼を気づいていけれるんですね。よっしゃよっしゃ、オッケーオッケーオッケーみたいなね、全員じゃないですよ、その傾向が多いから完璧に しがちやけど、それからずれる人に対してもうそれはそれで受け入れてるんやけど、それでもなんかうわーって思ってしまうのが結構乙女座の、ジュノーさんの、いろいろパターンっていうか、こうどういうこんな感じの傾向が多いの一つって感じなんで、よかったら、参考にしてくださいといった感じです。いかがでしょうか。はい、そんな感じで、ね、今日はねだからまあ自分でバランスよく使えばいいと思うんです。そのつまり何だったんやって感じなんですけど、水星がバキバキに効いてて、結構クリスタルは OK なんで、その自分が、ちょっと潔癖症気味になったとしても、神経過敏になったとしても、なんかダラダラしたりできない自分よりはめちゃめちゃできる方のとか、感情バキバキで流されるより、でも水星キレキレの方がなんかちょっと頭良くなったぜみたいな、回転しなしすぎて結局はっちゃかめっちゃかになってても、なんかちょっとなんかスマート感が出てきてすごい大好きなんですけど、皆さんもねそれぞれの毎日のこう天気予報的に、ね、星の流れがあったとしても、それが自分にどんだけ、いい具合に相性よく出るかとか出ないかとか、出すぎたりとかあると思うんで、それをねちょっと、まあ、メモらなかったとしても、こういう日はこうなのかもなみたいな感じで、自分でやっていけば、またそのパターンが近いのが来た時にもね、また、何かしら使えると思うので、よかったら参考にしてみてください。以上です。Thank you for listening and thank you for watching everyone. Have a nice Thursday. 素敵な木曜日の午後をお過ごしください。Bye.